長いようで短いようで、でも数え切れないほどいろいろなことがありました。たくさんの出会いと別れがあり、たくさんの作品が旅立っていきました。絵で生きていきたいとの思いが強くて、下町のアパートで一人暮らしを始めました。今のように情報を得るのが容易な時代ではなく、まず最初に街で1枚500円で似顔絵を描いたのが本当の絵描きとしての人生の始まりかもしれません。他には皿洗いやオフィス内の掃除、画材屋さんでのアルバイトをしながら出版社に作品を持ち込み、挿絵の仕事をしていました。平日はアルバイトをしながら明け方まで絵を描き、週末には街で似顔絵を描き、その他公募展に応募するための作品も描いていたので、毎日が無我夢中で徹夜でした。25歳の時、初めて個展を企画してくれるギャラリーと出会い、その後は様々な場所での展覧会があり、28歳の時に画集の出版など、時代の流れもあり、絵描きとしては大変恵まれた環境でした。20代後半に差し掛かり、それまで見て見ぬふりをし封印していた自分自身の性別のことについて、このままで良いのかと自問自答を繰り返した末、2003年にカミングアウトをしたことをきっかけに、自分を取り戻したいという思いが強くなっていき、作品の転換期と美術の世界での嫌な部分が自分の中で大きくなっていたこともあり、違う場所で生きていくことを選びました。しかし、絵を描くこと、表現することが自分にとっては息をするのと同じくらいなくてはならないことだと改めて気づき、応援してくれる周りの人たちの後押しもあり、2010年に再スタートをすることができました。以前は作り笑いをしたり、良い子を演じている子供ばかりを描いていたように思います。ステートメントを構築して描くようになったのは、自分自身の内面や過去と向き合ったことで、今描きたいもの、今描かなくてはいけないもの、私にしか表現できないことが明確になったからだと思います。子供の頃の私は、とにかく自己主張の激しい人間でした。自分らしさを許さない周りの大人との争いの日々、学校でからかわれ、喧嘩になっても叱られるのはいつも私。自分を真正面から見てくれない大人たちの正面に立ち、私をちゃんと見て、私は悪くない、話を聞いて、言えば言うほど問題児、異端児として扱われました。綺麗な色のリボンやアクセサリー、サンリオのキャラクターやキャンディーキャンディーのシール、キラキラした本の付録や可愛いもの、好きなものは手に入れるそばから父親に捨てられた。個性を否定され、自分らしさを我慢することを強いられた幼い私。自分らしくすることはそんなに悪いことなの？私が私じゃいけないの？私はそんなに悪い子なの？そう聞いて答えてくれる大人は誰一人いなかった。描くことでしか自分を肯定できなかった思春期の私。絵を取り上げられ、もうどうやって生きていけばよいのか途方に暮れたあの頃、描くことは現実逃避でもあり、自分が今ここにいるということを確認できる唯一の行為でした。私が描きたいのは子供の頃の私自身なのか、それとも叶わなかった自分なのか、いや、等身大の子供たちなのか、または昔子供だった大人たちなのか。何かに導かれるように、どうしても子供が描きたくて、学童保育やお絵描き教室で子育ての疑似体験をしながら、大人と子供の関係性や子供の瞳に映るリアルな現代社会の研究にのめり込み、その研究成果を作品として表現してきました。子供を産めないせいだということや、過去のネガティブな部分も全部受け入れ、作品の餌にし、現代社会の縮図を絵にすることで、これから進むべき道を照らしてくれると思います。こんなにも長い間、私が絵描きとして活動させていただけているのは、こんな私を応援してくださる皆さんの存在が一番大きいと確信しています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
今回の展覧会で皆様をお迎えする作品たちは、私の目に映る今の世の中や過去の私自身がそこかしこに垣間見えると思います。私が描く複雑でちょっと気難しい子供たちは、皆さんにどんな物語を語りかけるのでしょうか。それが私が伝えたいチャイルドストーリーなのです。ここはアートチャンネル。